はい、こんにちは。日本改革党くつざわです。ちかこと玉様、かずさのすけ様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただき誠に恐縮でございます。ありがたく頂戴して政治活動を資金させていただきたいと思います。7月1日土曜日、政策報告会来てね。17時会場からダラダラと受付なんですけれども、池袋のレンタル会議所使うんですけれども、扉は開いてるんですけどね、あの17時より前に入っちゃうと罰金取られるんだって。せっこって思ったけど、まあ空いてるからっつって朝から押しかけて勝手に使って、で、3時間分の料金しか払わねえなんて言うと商売上がったりですから、まあそういうシステムになっちゃうんでしょうか。なので、17時までは入室せずに私と会場の外でだべっていてください。よろしくお願いいたします。サボテン植え替えしたんですけれども、水やっちゃいけないっていう、ネットでいろいろ調べますと、半年に一回ぐらいで言ってんだよね、サボテンの水やりって。そうでないと根腐れしますよ、みたいな感じで、水もやれずにですね、あんまりいじらずにですね、けれども、サボテンだから風にそよぐわけでもなく、なんかつまんねえな。なんで、もうちょっと数を置いた方がいいんでしょうか。私の誕生花、7月29日の花ということでサボテン選んだんですけども、まあ初心者は楽かな、思って、買ったんですけど100均で、あんまり楽すぎてあんまりいじっちゃダメだっていうのもなかなかつまんねえなーなんて思っております。読売調査でも朝日調査でも日経調査でも内閣支持率大幅下落だって。茂木幹事長ほか情弱自民党幹部、マイナカードの不具合で下がったのかなーなんて的外れな分析してるそうなんですけれども、絶対あれだよね、社会保険料値上げ、特に50代狙い撃ちと物価高と LGBT 法のせいだよねって思うんですけれども、まあテレビしか見てないね、バカと情報格差が言語が違うレベルの巨大なことになってますね、これ。これ所得格差よりも深刻な分断では、なんせ話が通じねえからね、前提違うから。知ってることの量が違いすぎる。テレビしか見てねえ人と、まあ私の靴沢動画なんか見てる人との、情報格差がすごすぎる。知ってることがこちらは多い、あっちが知らなすぎっていうのはあるんですけれども、日経報道、電気料金の地域格差がえらいことに、首都圏は関西圏の 1.5 倍になっとるよ、というですね、一般判断です。大阪市の Y 高みの見物、元から関西より高いのにさらに値上げ、お前ら原発反対するから値上げしますね、好きで関東に住んでるんだろうし知らん、補助金停止でガソリンも上げ上げだし、関西電力はうまいことやったな、東京さんは金持ちだから平気平気、ゆり子が押してた間抜けな傘でしのごう、なんか傘みたいに開く間抜けな帽子、見逃さみたいあれね、私ちょっといじってみたことあるんですけど危ない。頭に傘、このぐらいの傘乗っけるようなもんで、お辞儀なんかしたりなんかすると人の目つつきそうで怖い、危険だと思いますあれ。だから怪我する前に、傷害事件が起きる前にゆり子が押してた傘は、ちょっと使わない方がいいと思います。一人きりで釣りに行くなんて時はいいんでしょうけれども、払い切れなくて止められて熱中症が増える、このままだと関東の工場が関西に移転しちゃう、まあ工場って電気いっぱい使いますからね、わけのわからない賦課金やめてくれ、再エネ賦課金つってなんだか取られてるやつですか、あれも実質税金ですよね。試験ですけど、原発を活用してるかどうかで見事に格差出ちゃいましたね。人口密度世界一、独居高齢者率世界一っていう特殊な事情がですね、我が豊島区が心配ですわ。皆さん、まあ知らない方も多いかと思うんですけれども、豊島区池袋の、周囲1キロぐらいは、まあ都心部と言ってもか言っても構わない風景なんですけれども、端っこの方、南長崎とか、そこら辺端っこの方は
あれです、あの木密地域っつって、古い木造の一戸建てが結構あのごじゃまんと建ってまして、一人暮らしの高齢者65歳以上が世界一率が世界一、人口29万人なのに住民税非課税世帯が10万世帯なんですよ。その多くは年金生活の、あの独居高齢者と思われるんですけれども、すっごい特殊な事情がある豊島区は、29万人外国人合わせて住民なのに住民税非課税世帯年金暮らしが10万世帯、すごいな、節電呼びかけを真面目に守ってですね、エアコン使わずに倒れる高齢者さんが続出では、あの豊島区なんかただでさえね、あの高齢者はエアコンの空気が好きじゃないんだってね。なんかあの自然な風の扇風機とかはいいんだけれども、エアコンがそもそも好きではない、エアコンの冷房が高齢者は慣れてないから、あるいは電気代高すぎて滞納しちゃって電気止められて熱中症になっちゃうとか、そういうあの高齢者続出するんじゃないかなーって豊島区で心配だよな。あの実は私のおばさんですね、茨城に住んでたんですけども、熱中症で亡くなってまして、おばんの頃にですね縁側に座ってて倒れて帰らぬ人になってしまいました。調べたらですね、あの加齢で熱いセンサーが鈍ってて体温上がっても気がつかずって方が多いそうなんですよ。ですんでね、あの江戸っ子のおじいさんが熱い銭湯にいつまでも使ってられるっていうのは、あれ我慢強いんじゃなくて根性があるんじゃなくてセンサー鈍ってるだけだから。原発活用してる関西は首都圏の3分の2の料金ですよね。首都圏が関西圏の 1.5 倍ってことは、まあそういうことですよね。電気代が高い原因が原発活用してないことは明白なんですけどね。つまり電気代を上げた犯人は反原発の連中とギャーギャー騒がれて原発稼働を決断できない事なかれの自民党のせいと。反原発の連中があの熱中症で取り返しがつかないことになるのはまあ一向に構わないんですけれども、そうでない人も被害を受けるってなんだかな。これあのテレビつけないとすごい説明になる、不一致をしましょう。実際そうなんです。テレビつけないでテレビ消して代わりにエアコンつけましょう、体調のために、みたいな呼びかけ、しましょう。テレビ業界はこぞってですね半原発だもんね。5人ぐらいの集会ですら全国放送しちゃってさ、 NHK スクランブルでもは一向に放送しねえのに、電気代やらガソリン代高騰は全業種に影響あって、俺は車持ってねえから関係ねえ、関係なくないっすよ。スーパーに並ぶものは全てトラックで運ばれてくるんだから、燃料代の高騰はそれに転嫁されますんで物価上がります。で、経済冷やします。広告料も減るっつうね。経済が冷えるんだから広告料減るっつう、テレビ局にとっても好ましくない影響があるのに、それよかですね、日本を混乱させたい、あわよくば破壊してって欲求が勝ってるんでしょうね、テレビ局の連中はね。本当にバカでどうしようもねえやつらですね。節電のためテレビ消しましょう。とは絶対テレビでは言わないから我々がお知り合いに宣伝しましょう。テレビを消してエアコン優先、エアコンつけましょう。それで病院に行ったら電気代どころじゃないお金かかるんだから、そうした方が得ですよ。言って回りましょう。実際そうなんだしね。維新、立憲を叩き潰す。公明もついでに潰す。公明党現職衆議院議員がいる大阪の4つの選挙区と兵庫の2つの選挙区に候補を擁立する方針を発表しておりました。一般反応です。公明言った。6元とかさすがにやばいな。立憲公明が壊滅とか嬉しすぎる。これで令和の大石も落選や。公明党全敗も十分あり得る。それはまず関西を固めた方がええわな。公明共産令和大石籠池妻、大阪5区の地獄絵図。これこの前の選挙の候補者でしょうか。公明候補共産候補令和大石籠池妻と、これ立憲立ててないのは共産と一本化したんでしょうかね。池田大作先生はお元気ですか。公明党衆議院議員は調べたら現在32名もおりました。
多すぎんな。6弦で26人なんですけど、まあ、減るのがここばっかでって限んない。東京でも減らすかもしれないですよね。まあ、そうなったらですね、C の独裁23年なんて言ってらんない、独裁15年目の山口夏男代表70歳は引責辞任するんだろうか。選挙でボロボロって減ったら引責辞任するんだろうか。それとも俺は悪くない、維新が悪いっつってしがみつくんだろうか。ところで池田対策先生はお元気でしょうか。公明が当選してる関西の6選挙区では自民が擁立せずに公明の選挙を応援していると思われるんですけど、なんぼですね、萩生田光一政調会長はですね、自公は兄弟といったところで、地方議員の感じはそうではないですよ。豊島区では一見仲良くやってましたけれども、共産党と同じぐらい公明を嫌がってる自民の地方議員を何人も知ってます私。国政や市長選では候補相乗りで協力してもですね、地方選は大選挙区でそんなの関係ないもんね。豊島区だと36名が当選、60人ぐらい立候補して36人が当選するんですけど、大選挙区だから選挙協力もクソもない。自民の議員候補と公明の議員候補ね。ただ大阪自民は維新にくさに共産と組んじゃうような愚行でますます支持率を落としてるバカ野郎どもって聞いてますんで、維新にくさで公明候補を一生懸命応援するかもしれないですね。呆れられてる地方の自民議員がですね、応援することによってますますマイナスだったりして、大阪自民呆れられてますからね、大阪市民ね。あとこれ関係ない話ですけど、とある自民党地方議員、県議選つったって同じ党候補の応援は適当ですよ。例えば豊島区だとですね、都議選にですね、堀光道さんっていうのを立てて2回連続落っこってんですけど、党派に負けてね。自民党議員の地方議員が都議選の時になると、まあ応援に駆けつけるんですけれども、あと自分の支持者に電話かけまくって、堀さんよろしく。そういうのも適当だ。取って変わるために内心では落ちればいいのに、ぐらいに思っていると。堀光道さん、2期連続落選したんだけど、自民党の内域で2回落っこったやつはちょっとダメだから取り替えるっていうのがあるんですけど、次どうなんだろう、堀光道さん。豊島区以外もドロドロしてて生臭かったけど、他の地方議会も似たようなもんなんだろうな。まあちょっと都会でドライな豊島区議会よりももっとドロドロしてるんじゃないですかね、他の地域は。社民党北朝鮮スパイが韓国野党の正義党北朝鮮スパイを招いて東電前で、汚染水放流をやめろ、のんより大声嫌がらせ集会を開催しまして、東電に面会を拒否され、党の金で残り2泊3日を日本観光を満喫して帰りましたとさ、めでたしめでたし、どこがっていう出来事があったんですけれども、当然ですね、社民党に批判殺到、非難豪豪、大椿優子副党首ギャグ切れ、韓国の政党と汚染水の放出の問題に取り組んだだけで、私が日本が好きじゃないと判断するその思考は何ですか、ってぶち切れておりました。それに対する反応です。日本が好きな人は社民党に入らないから、社民党にいる時点で反日だから、思い込みだけでバカなことを言っているから、ギャーギャー騒ぐのを問題に取り組むとは言いません。IAEA が安全だと証明したものに文句を言ってるから、世界一反日の国の政党と仲良くつるんでいるから、慰安婦詐欺を始めた政党だから、いいから消えろこのバーガー。身も蓋のようにバーガーって言うんですね。大椿が反日と断言できる理由は、北朝鮮スパイ組織に所属しているから、これはもちろん社民党のことですね。そんな大椿でも、反日と呼ばれると今後のスパイ活動に支障をきたすって考えて、一応反論して、返り血でボーボーになってるんでしょうか。めでたしめでたし。それとも素でですね、私は日本のためにやってって考えてる治療不可能な気違いなのか。そんな社民党の最新政党支持率はゼロゼロって出ちゃいましたよ。ダメですよ、読売さん、死者誤入しちゃね。本当は 0.4% あったかもしれないのに、死者誤入しちゃったらゼロになっちゃいしょ。自民 34% マイナス 4%、 維新 6% マイナス 1%、 立憲 4% マイナス 1%、 公明党 3% プラス 1%、国民民主 2% プラス 1%、 令和 2% 変わらず、共産党 1% マイナス 2%、
じゃあ前回の調査では 3% あったのか、共産党いつの間にか令和に抜かされてますね。社民党 0% 変わらず。あれ、共産がいつの間にか令和に抜かれとんな。山本太郎のあの国会暴力事件が昔火炎瓶投げてたような暴力大好きなパヨどもに受けたんでしょうか。一般反応です。党員の返金年齢は70代後半だろ。1% でも100万人ってことやで。恐ろしいこっちゃ。100人に1人もいんのかよ、信じられない。長年党を支えてきても意見を言うと即除名が効いたのかもな。この手の電話に立憲とか共産ですって答えるとたびたびかかってくるようになるよ。支持者は減る一方だし 0% 確実だな。いずれ、選挙権のない市民からの支持率は高いのに、てんてんてん。まあ不法滞在者とか外国人のことを言ってんでしょうか。有権者イコール日本人のために働いてないからでは、そのとおり。ダメでしょ、読売さん。四捨五入したら共産党の支持率はきっと 1.4% だったんですよ。それが四捨五入されて 1% になっちゃったけどね。 0.5% だったって場合もありますけれども、立憲共産社民党といったオールドパヨ党が順調に縮んでって、まあめでたいな。令和の 2% が不気味であります。共産党より多くなっちゃって、もしかして暴力大好き戦闘好きの全共闘高齢者が共産から移ってないか。バカで幼稚それゆえ不合な若者も令和が好きみたいだしね。まあこれネットで令和推しの声が強いだけで、ネット工作員の可能性が若干ありますけれども、工作のする会社にずっと金払ってるとか、令和が政党助成金でもってワンレス5円とか、したら5円五毛って言いますね、中国のあれはね。5円を雇ってるのかもしれない。最近の山本太郎傷害犯人、日本は差別が存在する嫌で恥ずかしい社会です。言いたいほどやな。当然炎上しました。一般判断です。恥ずかしいのお前で、お前みたいな外国人が議員になれるのにどこも差別。差別は外国の方がひどいぞ。知らないんだな、胃の中の蛙。お前の存在が国の恥。太郎にどう思われようと全然構わん。そうやって日本を差別するわけですね。差別がない国があるなら教えろ。こいつが党首討論に出ないのは斉藤正史の書いた台本通りにしか喋れんからや。斉藤正史っていうのは令和の事務局で72歳のバリバリの全共闘じゃなかったっけな。日本より差別がない国なんかあるのか。国会で暴力振るう方が嫌で恥ずかしいと思うぞ。これ聞いてそうだって思う気違いが支持してる。話し合いの場で暴力振るう人もいるしね、恥ずかしいよねって。嫌で恥ずかしい、それってあなたの感想ですよね。なんかソースとかあるんですか。差別があるって言ってるのもあなたの感想ですよね。どこがどう、どこの誰が誰に対してどういう差別をしたのか言ってもらえませんかね。山本太郎は日本に所属してないんだから、嫌で恥ずかしいなんて感想言う資格ねえからな。差別って言えば日本人がひるむ時代はもう終わってっから。靴沢もですね、ネトウヨって言われても何とも思わねえ。むしろ勲章。バカ野郎って私はネット以外でも活動してんだから、右翼って呼べよ、右翼って。もっとこれ、ストレス受けて免疫落ちる、そんで風邪ひけ。ついでにですね、電気代払えずに止められて暑さで具合悪くなるとしか思いませんよ。エアコン消してテレビを見ようって、そういう人らには言ってまうかな、ギャグに。山本は一応議員なんですからね。嫌で恥ずかしい社会がもし存在するとするんだったらば、それを是正するのが仕事でしょ。何を人事みたいにさ。責任を放棄して切るだけ待ってるのこの生きる国辱が。国会ライブ映像が世界に流れてですね、相当に日本のイメージダウンしましたよね。日本の国会ってやばんってね。そういうのが好きな暴力好き高齢細工も救えないですね。そいつらがパヨどもがね、今ね、年老いたパヨどもが無事に過ごしてこれたら、誰かのお子さんがですね、社会インフラであるとか、社会システムであるとか、法律であるとかを整備してくれたおかげなのに、そんなことも理解せずに、社会が悪い、自民党が悪いって、そりゃね、自民党は悪いですよ。赤点ギリギリしか取れてないけど、立憲共産社民令和よりは、マシなのが明白であります。まあ、ここで言っても無駄っすね。高齢左翼は多分テレビしか見てないだろうしね。なあ、パヨっぽい人にはですね、エアコンは、エアコンの風は体に良くないから。テレビ見た方がいい。でね、まともな人には、
あのテレビ消してエアコンつけて体調管理した方がいい、我慢しないで、もうあの年取ってくとあの体感センサー鈍ってきて暑さ感じにくくなるからさ、江戸っ子おじいちゃんが熱い湯でうううなれるのもそのせいで、っていうような知識を宣伝して、もらいたいな、思っております。というわけで7月1日政策報告会、皆様お越しください。よろしくお願いします。デトックスジャパン。